それでは今回で9回目となるデッドライジング実況プレイ。前回レッドに屋根に行くように、屋根の上に行くように指示されたので、ちょうどそこに来たところで終わりました。それではこの後どうなっていくんでしょうか。連れ去られた女の子たちを救出しなきゃいけない状況ですね。さあ、作戦があると言ってたけど、どういった作戦だろうか。しゃがめしゃがめ。なんだこの顔は。めっちゃ笑ってたぞ。うん、電気を遮断するしかない。あそこに行かないといけないってことね。いくつかある、選べるってこと。ひたすら戦って突入する、外壁から壁をよじ登って侵入する方法だ。やつらの制服を手に入れてもいい。バカそうだから簡単にお前入れてくれるさ。どうしよう。選べんのこれ。お前はどこに。いや、なんで大変な仕事全部人任せなんだよ。なんだんだよレッドって名前が。そもそもお前ポケモンの主人公か。さあ行きましょう。どうしよう。制服盗んでいきたいよな、どうせだったら。侵入どうしよう、まあ、とりあえず横から。こっちは大丈夫だよね。なんかピカピカ光ってんの何あれは。関係ない感じ。困ってる。そんな状況じゃないでしょうがよ。これなんかありそう、いろいろ。ちょっと足場が悪い。あ、なんか銃ある。お、強そう。アサルトライフル来たよ。アサルトライフル。あ、まだチンポカある。前回手に入れたチンポカ、ちょっと一回だけ使ってみようか。あ、女の子もいる。メシベちゃんもいる。ほら俺の、ほら固まった、フリーズした。じゃあどうしよう。手榴弾投げとこしたら、ほら、あ、どこ、ほら、くらえ。そう、すごい、グロ。さあ行きましょう。制服ってどこにあるんだ。このトラック、あのトラック、この中。ちょっと、よし。なんか、あ、めっちゃ回復ある。何これ。死亡した。知らんけど。ここになんかあるのか。あ、これ服？違うか？これか？制服。ここじゃない？これじゃないか？別なトラック？このトラックじゃなくて？今のトラックでよかったのか？あれ、どのトラックだ？多分あのトラックだよね。あのトラックの中に何かあんのか？何あるこれ？発煙筒、ベーシック。これは違うね。これか、この服か。このなんか制服っぽいのあるよね。なんか切れんのこれで。あ、切れる。あった。悪くない。ダメ元でやるか。きたー、かっこいい。これもらえんのかな。ちょっとダサい服はコリゴリよ。さあアサルトライフル持っていこう。これだったら警戒されないだろう。で、正面から堂々と入ってっていいのこれ。入ってこう。大丈夫よね。チーッス、チーッス、仲間だよ。あ、めっちゃ撃たれてんだけど。大丈夫だよね。チャプターミッションアップ。お、来た。で、あそこ行けばいいってこと。夜勤お疲れ様。体壊すよ。あんまり無理すると。ここで開けて、あ、なんか銃捨てちゃった、間違えた。で、破壊すればいいってこと？あ、なんか来た、女。なんだこいつ、いかにも、ボス臭がする。彼が見つかるまで街を爆破し、彼？誰？主人公？まさか。
As your commander in chief, I order you to release me. これ大統領か。このおばさん大統領。え、ちょっとちょっと何すんのそれ。気持ち悪い。そういうプレイ。口から、え、どうなんの。ちょっとちょっとちょっと、あ、ゾンビ化した。ゾンビったゾンビった。そこら辺のゾンビにかませりゃいいんじゃないの。なんであんな回りくどいことしたの。おお、バカ。I've allowed you to pursue this fantasy because I enjoy indulging you, Marion. Deactivating the chips won't be so easy next time. Something about the radiation we've used to turn the chips off. It's changing them. This could be a blessing in disguise. I told my men to bring some of the mutations back for study. This substance they use, this royal jelly or whatever it is. ロイヤルゼリーだかなんだか。It could be the key to a new weapon.まあ新兵器の実験ってことだよね。注射してるってことは、こいつもやっぱり感染してるってこと。そうだよね、ワクチンを定期的に打たないと発症しちゃうっていうパターンのやつだよね。発電機は多分あっちだ。おおおっと、ちょっとバレた。おらっ、かっこいいこいつ。おらおら、くそ、やっぱり俺にはこれがお似合いだ。おらおら、おら、光になれ。引くぞ、今回もそのパターンだよ。同じことしか言わないよ。おらおらおら。で次はあっち側、普通に出ていいのか。しこう、近いね、割と近いね。あ、あそこ、まずこれをどうすればいいんだ。これをどうやって行くんだ。行けたのか、中から行けた、行けた、これもしかして。あれどうやって行く、これ行き方がわからん。中から行けたか。あれ違う、 あ、こっからか、こっからか、こっから行けってことか。うらっ、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 光になれ。で、こっから、あ、ここ開いた、爆発で開いたんだ。で、次こっちか、こっちの、ここ開けろってこと。あ、これ普通に開けれんのね。何でも壊そうとしちゃいけません、ちゃんとね。開けれるもんな、普通に開けましょう。あ、おっさん、デブハゲのおっさん。いい、あいつ、こいつ、こいつ、ほっとけほっとけ、あのやつほっておき、邪魔だ邪魔だ、あのやつ君には触れさせない。かっこいい。ああ、まあ、ガキってほど若く見えないけど、走る番まで、走るんだ。おお、結構活躍してんじゃんこいつ。よし、行くぞ、ついてこい。よし、どうしようこれ。うわー、これでもちょっとまずいまずいまずい、これは近距離じゃ厳しいな。チンポコ銃しかねえから、チンポコ銃でいくか。くらえ、ドピュッ、ミスった、ドピュッ。おらっ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 、ドックンドックンドックン。あのグレーネード飛んできた。これ爆発するか、これで爆発しないか、さすがに。うわっ、言うほど効かねえこれ。あ、強え。ちょっと女の子たちにかけておこう。うわっ、味わっといてや。近距離だったら、うわっ、ほぼこれ遠距離武器の意味がないっていうぐらい、あんまり効かねえ。うわ、グレーネード危ねえ。うわっ、なんかねえかな、銃。とりあえずこいつらを倒して銃を手に入れた方が早いな。ほらほら、死だねこれ。あんま聞いてねえな。ほら、よし、一旦ちょっと一旦引こう、一旦引こう。なんかここら辺でアイテムを
地面死にかけてるし、食べ物を食べて、他なんかないか、銃っぽいのが。あなんかあるじゃん、あるじゃん、あるじゃん、設計図あるじゃん。ロケットパンチ絶対強そう。なんだ周辺に、あそこの銃か、違うか、これか、これと、これと、ボクシング。でも持てないよな、これな、できんのか、これで組み合わせはどうやってやる、ちょっと見てみよう。ロケットパンチ、アセチレンタンクとボクシングローブだよね。どういうこと、先に持っといた状態でこれでいいってことか、これでコンボ組めるんだよ。絶対強いだろこれ、マジンガー Z 状態。30発いける、ほらロケットパンチ。あれちょっと思ってたほどでも、あれ使いづら、あでも強い強い、これで全部。まだいるか、あとはどこだ、どこにいる、見えねえぞ、いた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 、そんなどっか、くらっ、お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 らっ、いやその位置は当たんねえ、うわ地味にもう4発しかねえ、おらロケットパーンチ、やった、まだか、おらっ、おらっ、よしこれで終わり、ゲート開ける、よしこれ脱出できんのか、出よう出よう、ゲート開ける、ここで開けれんのね。ちょっと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 落ち着いて落ち着いて、開けましょう。ハードキーか何かがいる、うわーなんかヤバそうなの来たよ、司令官、ここはチンポコ銃でしょう。おらっおらっおらっ、どんな気持ち、どんな気持ち、おちんちんで痛めつけられるの、どんな気持ち、おらおら、かっこつけてるけど何が司令官じゃ、お前の名はチンポでやられたっていうことで刻まれるんだよ、おらおら、よけ上がる、地味によけ上がる、おら、あ言うほど聞いてねえ、おら、やっぱもうちょっと違う武器で近接でいこうか、シャックラー、おらおら、つえ、おら、くそなかなかやるな、おら光になれ、光になれ、ほんと変わんねえな言ってることやばいな。さあ、でこれでカードキーを使えばいいってことね。パート1から見てますけど、ホラキンさんの実況プレイ、ゴミと光慣れしか言ってないじゃないんですか。逃げんねえ、まだ話は終わってねえぞ、よしよし、え、ちょっと主人公も地味に置いてかれてるよね、お、お、えら、優しい優しい、でもお前には借りができた、仕事に戻るぞ。おー、なんだなんだなんだこいつ、かっけえ、おー、え、嘘、何、お、レッド、ナイスだ、美味しいとこだけ持って行きやがって、飛行機燃料や、奴らが探してあいつらに知らせないと、お前のダッチだけじゃなさそうだ、首に番号をつけてるやつは本当に知らないんだ、非常に危険、Let's meet up at the karaoke bar in Sunset Hills later, okay? Where's the fuel? It's at central storage down on the freeway, under the bridge. Park just inside. 気をつけろよ。引くしかねえか。遠いな、また。また遠いな。ご飯を食べてから、車かなんかをチャーターしないと。そっち側か。まあ、割とすぐ行けそうだね。もう一回見て、このまますぐこっち側ね、こっち側行けばいいのか、ちょ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 、避けて避けて、ほらっほらっ、車あった、よし行くぞい、邪魔だ邪魔だい、タクシー乗って
うわー、おい、ちょ、どけて、どけて、おら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 、邪魔だボケ。で、このまま行っていいのかな、普通にまっすぐ行けばいいんだよね。おらボケが、結構いいとこまで来たか、まだか、もうちょい先か。あ、あららららららら、いや、やっぱ普通ノーマルの車だったらちょっとゾンビきついな、全然引き殺せねえの。実際こんなもんなのか、もっとやれそうな気がするけど。 600m、 よし、近いよ。ほら、邪魔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 。さあ、もう着きますね。また電話かかってきた。強そうな男走ってるぜ、強そうな男。最高、ほっとこほっとこ、もうちょいで着くね。ここか、あそこでいいのか、その倉庫ってどこだよ。あ、ここか、ここでいいのか。ここに来て降りて、で、あ、ここで開けれんのね。サクって、で、燃料を探せ、燃料、燃料、あ、こういうの開けれんだ、ここじゃない。あ、おお、スーパークロスボウ、何、なんか中学生がつけそうな名前だけど。クロスボウを取って、クロスボウと、なんだ、ちょっと見てみようか。スーパークロスボウ、オートバイエンジン、オートバイエンジン、これはいらんね、この盾は捨てて。絶対強い、これは名前がすごいもん、これ。早速使ってみよう、試し撃ち。この距離で届くか、微妙か。あれあれ、俺が下手なのか。まあまあまあ、待ってとこでしょうか。さあ、行きましょう。ここか、ここ、開かない、ここ、鍵が買ってやがる、どっかに鍵があるはずだ。鍵鍵、ここ、ここを開けて、ここに、うわー、くっさい、あー、銃がある、いらんもん。よし、これを取って、ショットガン絶対強いよ。ハンドバッグとかいらんな。鍵どこにある、ここら辺にあるってこと。この車は関係ないよね。ここか、あ、かっこいい、この車欲しい。あ、鍵ってここか、この中か、この中絶対あるよな、鍵とか。あったあった、これを取って、で、あそこ開ければいいってことね。で、ここに燃料が入ってんのか。お、これでもう脱出できんじゃないの、燃料取って。うわー、きしょ、え、なにこれ、蜂の巣、ひも、すごいな、これ。歩く養蜂場じゃん、これすげえな、これ蜂蜜食い放題じゃん、ほっておけ。あー、キモキモ、口から出すの、すごい、これ。え、どうなの、これどうなの、あ、それで引き寄せてくるってことか。あ、ゾン、おー、うわ、キモいキモいキモい。今のは蜂蜜じゃないの、違うの、ただのゲロ。こうやって襲ってくるってことか。逃げよう逃げよう、ちょ燃料だけど、逃げよう逃げよう。あー、かっこいい、これ行くぞ。今の一体何なんだ、本当だよ。あー、どけろよ、もう気持ち悪い。あー、気をつけてね、ぶつけないようにね。さあ、あそこまで行けばいいってことか。大丈夫これ、あんまぶつけると耐久度が
落ちていくのか。ゾンビを引かないように。よし、どけてどけて、ちょ、ギャラリーのみんなどけて。ほら、待って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 、ごめんなさい。よし、降りて、よっしゃー。あー、まず引きついてる、ギリギリだ。よし、もう少し、よし、もう、あー、まずい、あともう少し、40何メートルなのに。よしよし、こっから曲がって曲がって、もうぶつけちゃダメだって。よしよし、なんとか間に合った。あっ、くそ、あとあと10メートル、9メートル、そこに乗るんじゃなくて車に乗って、よしよし、これでいける。しゃ、早く開けて、早く開けて。あー、よかった、ギリギリセーフ、よかった。また小向井美奈子みたいなおばさんが出迎えてくれたよ。ネネを持ってきたぞ。よし、出よう出よう、もう出よう。もう戻ってこないかと思った。見た目より優しいのね。え、やつが鍵を持って、またなんでこうやって足引っ張るやついんだよ。鍵がないと出れないってことか。別れて旦那のことも、うん、飛行機も直す。絶対ここから二人で生きて出るぞ。ちゃんと守ってやるよ。おい、セクハラだろ今の。ニックは、おい静かに。この男はあれなんだよね、二人プレイでやった時もう一人の主人公になるんだよね。一人プレイだったら完全置物、主人公っぽい雰囲気の顔してるけどただの置物。ふざけやがって。あ、これでチャプター4クリア。さあ、それでは今回はここでね、一旦お開きとさせていただきます。それではまた見てください。また下手くそプレイね、申し訳ないですけど、次回もまた見ていただけるとありがたいです。もしよろしかったらチャンネル登録お願いします。ではまた見てください。バイビー。